こんにちは。産婦人科医の高橋玲奈です。今日は隣筋感染症についてお話をしたいと思います。先日、正規クラミジア感染症についてお話をしたんですけれども、今日は隣筋ですね。 リン菌感染症はリン病とも言われるものなんですけれども、正式名称はリン菌感染症というふうに言います。リン菌感染症はリン菌という細菌を原因としている性感染症です。感染症法で指定されている性感染症の中でクラミジアの次に多い性感染症です。ほとんどがですね、性的接触が原因なんですけれども、クラミジアと同じように産道感染があって赤ちゃんに感染したりすることもあります。 あとはですね最後に説明するんですけれども臨近感染症はクラミジア感染症と違って銭湯での感染だったりタオルからの感染というのも報告されていますちなみに1回の性行為で感染する確率っていうのは30%から50%というふうに言われています しかも一度感染しても免疫は得られずに何度でも感染してしまうというような特徴がありますまたリンキンとクラミジア同時に感染していることが結構多くてリンキンに感染している人の20%から30%はクラミジアに感染しているという報告があります 次に臨感染症の症の状についいいてお話ししたいと思います前回クラミジアでもお話をしたんですけれどもえクラミジアっていうのは円柱上皮細胞という細胞に感染するんですね隣菌でも同じですなので隣菌感染症はクラミジアの症状と似ているんですけれども症状の強さ的には隣菌の方が強いというふうに覚えておいてくださいえ潜伏期間は2日から7日ぐらいクラミジア 1>, 1週間から3週間であったのに対して少し短くなっていますけれどもやはり臨近感染症の方が症状が強いことが多いというふうに言っても全く症状がないことも多くて女性だと特に8割ぐらいは分からないので潜伏期間を超えて怪しい政府行為からこう1週間経っても症状がないから OK っていうんじゃなくて何か気になることがあったら検査を受けることをお勧めしますで症状なんですけれどもクラミジアと似ています。円柱上皮なので 男性だと尿道炎、清掃炎、炎状態炎を発症します。また清掃っていうのはこの前も言ったように精子を作ったりするすごく大事な臓器なのでそこの炎症がひどかったりすると将来不妊症の原因になってしまうことがあります女性だとこれもクラミジャーと同じように子宮頸管炎あとは卵管炎子宮付属起炎 子宮頸管炎だけじゃなくてこう子宮卵管全体に炎症が起きてしまった子宮付属期炎っていう状態になってしまいます前回のクラミジアでもお話ししましたけれども卵管の炎症がひどくなると卵管の中が閉塞してしまって自然妊娠ができづらい状況になってしまいますあとはクラミジアでもお話ししましたけれども 肝周囲炎といって肝臓の周りが炎症を起こしてしまうことによって右記録物右のみぞおちよりちょっと右の辺りがすごく痛くなってしまうこれもクラミジアと同じように臨筋感染症でも起こることがあります。男女共通して言えるのが咽頭炎。 陰頭にリンキンがかかってしまった場合陰頭炎が起きたりアナルセックスでリンキンが直腸の方に行ってしまった場合には直腸炎が起こることもあります陰頭炎の場合はなんか風邪かなと思うぐらいちょっと意外がする感じぐらいしかないので気づかれづらいですあとは直腸炎に関してはお通じする時に痛いとかあとは便に血が混ざってるあと肛門が痛いそういうような症状がありますだけどこれも気づかれないことも多いです また冒頭でもお話ししましたけれども肝動感染といって妊婦さんが隣菌にかかっていると出産した赤ちゃんに隣菌が感染してしまって血膜炎目の血膜炎になってしままうことがあります。クラミジアンの場合新生児の感染は結膜炎と肺炎というふうにお話ししたんですけれども隣菌で肺炎が起こるっていう症例は見当たりませんでした。 あとはまれなんですけれどもクラミジアになかったものとしては鱗菌ンンが血中に感染してしまって肺血腸になったり髄膜炎になったり関節炎になったり心内膜炎になったり体全体の炎症が起きてしまうということがあります次に鱗菌ンン感染症の検査です。検査はクラミジアと同じようにえ実際にその感染している部位から検体を取るのが通常になっています。例えば女性の場合だったら織物を取るとか 男性の場合だったら尿道から出ている分泌物を取るとかあとは咽頭感染の場合うがいだったりとか男性の尿道炎の場合はおし水を取ったりして判定することもあります。 検査の穴なんですけれども、前回もお話ししましたけれども、男性の場合、お小水の検査で陽性なのに陽性と反応しない場合がありますので、例えばパートナーが臨菌陽性で、自分は症状がないけど、検査に行くっていう状況の時、その時に陰性だったからといって、何も治療しないのではなくって、できたらもう一回ぐらい検査をしてみたりとか、自、え、費、ー、でもいいので治療をしてしまってもいいかもしれません。その辺は担当医と相談してもらえると いいいかなと思いますあとはですね先ほど咽頭感染の話をしたと思うんですけれどもににに感感染染ししていないっていいいるるのはなとこがあるんですね例えば正規の織物の検査をしてマイナスだったから大丈夫って思ってると実は咽頭にも感染しててずっと人に感染し続けてしまうっていうことがありますので、えー、怪しい性行為があった場合には喉と正規両方とも検査することをおすすめします。ただだですね保険とと喉と 正規両方一緒に保険使ったりすることはできなかったりしますので、えー、どっちか自費とかでもいいので検査をした方がより安心かなというふうに思います次に臨感染症のの治治療療にについてお話ししまますすは抗生剤の内服や点滴になります大体は点滴の人の方が多いかなと思います。 ただリン菌の場合耐性菌といって抗生剤が効かない菌が出てきていますので1回の治療で治らない可能性があるんですねクラミジアムリン菌も性感染症というのはほとんどが再検査をすることになっていますなのでリン菌感染症も 1> 1回のの治治療でで、っていないな可能性がありますので必ず指示された日に再検査に来てもらって再検査でマイナスが確認されてまたパートナーにもマイナスが確認されて初めて性行為をするのがいいかと思います。それまでは性行為を一切しないか完全にコンドームを使うオーレルセックスの時も完全にコンドームを使うっていうのがいいかとは思います。 冒頭でもお話ししたんですけれどもここからは臨感感染染症のの外での感染についいいてお話をしたいと思います。ほとんどが性的接触性行為が原因で隣菌うつるんですけれども実は共用のタオルとか銭湯でも隣菌感染症が感染する可能性があるという報告があります。 ここで知ってもらいたいのは隣菌の生存に適した環境なんですけれども25度度から39度が臨の生存に適してて、いいましし湿潤環境を好むととうことです。しかもですね前回クラミジアっていうのは人の体から離れるとすぐに死滅してしまうってお話をしたんですけれども隣菌の産み 例えば男性器の先っぽから出る海だったりとか織物のまあ臨近の海だったりするその臨近の海っていうのは数時間から数日間感染する可能性を保っているというふうに言われています実はですね結構性行為をしたことがない人の臨近感染症っていうのも報告されていて そのののほとんんどが思春期以前の女の子なんですね男の子もまれなんですけれども報告されてるんですけど実は報告されてるほとんどが10歳以下思春期以前の女の子がほとんどです。 基本的にはそのような小さい女の子の性感染症っていうのはまずは性的虐待性暴力を疑うんですけれども基本的にこのような文献のののの報告ににあるようなももは臨近の遺伝子解析をしししたたたりりて虐待が完全に否定されたものだったりしますそのような感染した女の子の家庭にお話を聞くとよくみんなで銭湯大衆浴場に行っていたというような経歴があったりします。 症状としては女の子の膣から黄色っぽいようなドロッとしたような膿が出てくるとかあとは骨盤腹膜炎リンキ菌ンが膣から子宮の方にまで行って骨盤腹膜炎の状態になってお腹が痛くなるあとは熱が出るということで病院を受診して感染症の検査をしたところリンキ菌ンが出たっていうような症例もありますではなんで女の子が感染しやすいんでしょう理由は2つあります。 一つには、思春期前の女の子は女性ホルモンがまだ少ないので、外陰部のバリア機能っていうのが未熟なんですね。そうするとやはりそのような菌の影響を受けやすいというのがあります。あとはアンダーヘアがまだない状態、全くの無毛の状態だったりするんですね。無毛の状態だと直接銭湯の椅子とかに座って直接感染する可能性があるというふうに言われています。 で先ほども言ったように隣近の海っていうのは数時間から数日間は感染の可能性を保持しているということなんですね。なので銭湯とかで、えー、銭湯の椅子とか隣近感染症がある人がそこに座って海がそこについていたその後に座ったりとかしたらすぐに座ったわけじゃなくても感染してしまう可能性があります。またこう銭湯の お風呂のヘリあるじゃないですかあそこに女の子がまたがって座っちゃったりするそういう場合にも感染する可能性があるみたいですあとはですね教養のタオルですね家庭内に臨検感染症の人がいて自分の折も物がついたタオルとかで女の子の外陰部を拭いてしまうそういうことでも感染する可能性があるようですなので対策としては銭湯では椅子があった場合には必ず洗う。 でしかもですね、リン菌っていうのが25度から39度が適しているのでそれ以上の温度またはそれ以下の冷たい水または温かいお湯で,ですね、しばらく流してあげたりするとうつる可能性というのはすごく低いと思います。あとはですね女の子にお風呂のヘりとかに直接座らないように教えるのがいいと思います。基本的にはは、おお風呂のののの湯だったり、プールのこう水の中で感染する可能性っていうのは ありませんというのはお風呂のお湯っていうのは39度以上がほとんどですしプールの水っていうのも冷たいことが多いですよねただちょうど25度から39度の間のこうぬるいようなお湯だったりすると感染する可能性がありますね ここで昭和24年にあった事件をお話ししたいと思います。昭和24年に淋病感染事件という事件があったみたいです。淋病感染事件っていうのは昭和24年2月山形県の共同、えー、浴場を使っていた3歳から15歳までの少女84人が淋病に感染し、1人が失明してしまった。 というような事件のことですこの共同浴場っていうのは実は低温だったらしいんですね具体的に何度だったかわかんないんですけれどもこの共同浴場は低温であったため臨筋が繁殖し以前から問題になっていたということです実は当時は結構女の子が銭湯で淋病にかかる例があったみたいなんですねなので親子さんたちっていうのが銭湯の入り方っていうのをよく子どもたちに注意してたみたいです 例えばですね女の子は洗い場でお尻をついてはいけないとか体は下から洗うんじゃなくて上から洗いますよってそういうようなことを細かく注意してたみたいです。あとですねさっき共用タオルってお話ししたんですけれども隣菌感染してる人の織物 それををタオルで拭いてててししままっっ次の人が目をこすってしまうそうすると結炎になってしまったりして最悪失明したりすることがあるのでえクラミジャーと違ってタオルとかお風呂の椅子とかお風呂の床でも感染したりする可能性がありますのでしっかり洗ったりとかそのようなところに直接お尻をつけないっていうのが大事になってくるかと思います。 今日はリンキン感染症についてお話をしました症状が出る部位だったりとかはクラミジアと似てたりするんですけれども微妙にかかったりする病気が違ったりとかあとは感染経路も違いますよねクラミジアに比べると結構感染する機会が多いんじゃないかなと思いますただ症状が強いとはいえわからないこともありますので他の性感染症と同じように一番の予防策っていうのはコンドームをすることそして不特定多数との性接触を避けることが 一番重要なんじゃないかなと思いますそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います今日の動画が面白かったなとか役に立ったなという方は評価をお願いしますできれば毎日更新していきますのでチャンネル登録の方もお願いしますそれではまた産婦人科医の高橋れなでした